のサンスクリット言語。はい、前坂です。よろしくお願いしますね。あの皆さん LINE スタンプを自分で作ることができるって知ってましたかね。だから LINE スタジオっていうアプリで自分の描いた絵とか写真とかをこう申請して通ることができれば LINE ストアで実際に売られると、うん、そういうサービスがあるんですけども、僕はですね過去2回ね挑戦して、まあ、2回とも落ちてしまっているわけなんですね。うん。まあで、落ちてしまって、ちょっとまあ、絵とかね、適当だし、字も適当に書いちゃったし、それで落ちちゃったのかなと思ってたんですけども、なんかどうやら、その落ちた理由っていうのを、もうちゃんとサイトっていうかウェブ上でちゃんと確認できるらしいんですよ。僕それ知らなくて、なので今回は、その落ちた理由っていうのをちゃんと確認して、それで再申請目指してやっていけたらなっていう動画にしていきたいと思います。それでは見ていきましょう。これが確認できるサイトになってます。僕が申請した2つのスタンプ、これですね。はい、リジェクト、リジェクトとしっかり書いてます。はい。で、まあ簡単にまず1個ずつ見ていきたいと思うんですけど、まず1個目申請したのが、これですね。文字だけスタンプということで。はい。このようなラインナップになっております。そうですね。まあ、字で普段送りそうなものを、あえてスタンプで気軽にみたいなね。オッケーとか、うん、電話していいとか、明日暇何時何するの誰来るのいいねとかね、うん。この藁は本当に笑ったの藁だよとか、うん、この藁はあくまで空気を壊さないための藁だよ。まあまあ、いろいろありますけども、これがまずなんで落ちてしまったのかっていうのを見ていきたいと思います。メッセージセンターというところで見れるそうです。ここですね。はい。LINE からメッセージ来てます。LINE クリエイターズマーケットご利用いただきありがとうございます。申請されたスタンプは以下の審査ガイドラインの項目に該当いたします。対象英語説明文。テキストに誤りがあるもの。あー、なるほどね。あー、そうなんですよ。英語で、もうなんか説明文みたいなの簡単には書かないといけなくて、これちょっと、まあ自分そんな誰もね、買わねえだろう、自分用でいいだろうと思ってやってたんで、英語説明文とかちょっと適当にやっちゃったんで、多分そこでまず引っかかったのが1個。で、あとは、当社または第三者の商標権などの知的財産権侵害対象画像。メッセンジャーアプリ、またはそれに類するサービスの名前に言及しているもの、またはそれに関するキャラクターのもの、修正の上、再度リクエストをお願いいたします。NG 画像がこれ。ということで、おそらくこれはですね、メッセンジャーアプリ、またそれに類するサービスの名前に言及しているものということで、このツイートという単語が引っかかってしまったという感じですかね。まあ、その2点ですね。英語説明文とそのツイートという単語がまずかった。まあ、これがダメだった理由ですね。じゃあもう一つの方を見ていきたいと思います。ね、はい。まずじゃあどういうスタンプかちょっと軽く紹介しておきますね。こっちは A ですね。A。はい。見てください。うん、はい。これはですね。チャラヘッチャラを聞いてるときに思いついたやつですね。頭空っぽのが夢詰め込めるってね。まあそういうのとか、歩きスマホダメだよって。うん、大事ですね、これね。歩きスマホくんっていうキャラですね。これは僕の考えたキャラなんですけども。まあまあこんな感じでね、いろいろ、はい、あるんですけど、これらがなんでダメだったのか。はい、これを見ていきましょう。ね。はい、LINE クリエイターズマーケットご利用いただきありがとうございます。ご案内が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。申請いただいたスタンプは、審査ガイドラインの項目に該当するためリジェクトさせていただきました。ガイドラインに該当する代表的な項目。すでにスタンプショップで販売されているスタンプの複製。性的な表現。あとは、知的財産権の侵害など。必ずしもお客様が申請されたスタンプに該当するものではございませんと書いてるんですよね。うん、だから、
なんかこう、審査ガイドラインっていうのがまあありまして、これの、まあ何かしらに引っかかりましたよ、ということを言ってるんですけど、まあ、何が悪かったのかっていう説明がないんですよね、こっちは。まあこんな感じで見ていただいたんですけども、まあ、1個目の文字だけの方はまあゲームか分かったんですけど、2個目が謎という結論に至りまして、何なんですかね。まあ、単純に下手くそとかだったら、まあ下手くそって言ってくれて、まあいいんですけど、まあどうにか再申請してみたいと思います。皆様やってみてはどうですかね。なんかね、まあ一応販売という形にはなりますけど、まあ自分用にね、オリジナリティを出すために、という意味で作ってみてもいいんじゃないかなって思います。はい、そういう感じで、今日はこういう感じで、まあ申請がね、通ったらまたご報告したいと思います。それでは、前坂でした。ありがとうございました。